太陽から出る光というのは波長の長いものから短いものまでが全て含まれた白色光という形で発生します。そしてそれがいずれ大気圏に入ってきて大気中の空気の粒子とレイリー散乱と呼ばれる散乱を起こします。そしてその際に波長の短い光の方がレイリー散乱を強く起こすためにこのように青い光はガン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 ぶつかって周囲に青色の光を散乱させます。一方で波長の長い光というのはそのまま空気粒子をスルーして目の方にやってきます。結果として波長の長いものが全て残って目に届くため白色光からブルーのものだけがカットされたようなものなのでほとんど目には太陽は白色に見えるはずです。白っぽい太陽が見えます。しかし空自体を見てみると青い光が強く散乱しているため空を見るときには空は青いと感じることになります。少し時間が残ったので最後に謎かけをします。太陽と書きまして数学と解きます。その心は整いませんでした。お疲れ様でした。